車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。4月8日日曜日、いかがお過ごしでしょうか。クルーズソフトチャンネル、おかげさまでチャンネル登録者数が3600人を超えましたということでね、本当にいつもどうもありがとうございます。3500人になった時にね、なんか排気量の数字みたいでかっこいいななんて思ってたら、3500台はね、あっという間に過ぎ去ってしまってね、もう気がついたら3600もね、余裕で超えてしまってて、なんかすごく驚いております。皆様本当にいつもね、聞いてくださいましてありがとうございます。あとちょうどね、1週間ぐらい前ですか、ハリアーね、3代目ハリアー、60ハリアーの、解説動画出したんですけど、こちらもね、なんとね、1週間で5000回再生されてるということで、これ初めてのスコアじゃないかな。1週間で5000ってね、今後伸び悩んでくるんだろうなと思うんですけども、すごい速さでハリアー人気あるんだなと思いましたね。やっぱ SUV のね、やっぱこう代表選手というか、古くから老舗SUV の本当高級ラグジュアリーとかを作った分野だと思う、車だと思いますので、ハリアーね、やっぱ人気あるんだなと、動画作った甲斐あったなって感じがしましたけども、1週間で5000回再生、本当にどうもありがとうございます。それでは早速参りましょう。この1週間の自動車ニュースフラッシュ。まずはじめに4月2日月曜日ですね、アメリカの環境保護局ですね、こちらがオバマ前政権下で定められた車の燃費基準を大幅に緩和すると発表しております。電気自動車の、ね、普及を見据えつつも、こう燃費規制を、ね、強化しているこう欧州とか中国などの動きに逆行するもので、まあ、多少燃費悪くてもいいぜということを国を挙げて、ね、燃費基準を大幅に緩和ということで、ちょっとね、米国の車産業、おやっていうね、技術革新の停滞を招く恐れもあるということで、こちらね、まあ、逆行してるね、ニュースがね、発表されておりましたね。続きまして4月3日火曜日ですね、トヨタ自動車、アクアの仕様変更を発表しております。合わせまして特別仕様車のね、S スタイルブラックを、発売しておりますね。今回の変更で、各種ね、衝突感知の、こう、なんていうかな、プリクラッシュセーフティーとか、あの辺のこう、セーフティーセンスですか、あの辺の変更がございましたというところですね。あと4月3日火曜日はですね、ゼネラルモーターズですね、アメリカの GM ですけども、このね、数十年にわたって続けてきた月次の新車販売台数、毎月のね、これだけ新車売れたよっていうこの公表をね、取りやめると発表しております。まあ、天候とかね、まあ、その景気とかに左右されやすいということで、毎月発表するので意味ないんじゃないかという風潮で、4月から四半期ごとの公表に切り替えるということで、まあ、年に4回、3ヶ月に1回ずつ発表しますよということになりますね。まあ、このね、まあ、このね、毎月発表したものが3ヶ月に1回ということで、まあ、これからね、こういうふうな、なんていうか月次の発表をやめていく企業がね、車会社が増えるのかもしれませんけども、まずは GM はね、毎月発表するのをやめるぞということを公表しております。続きまして4月4日水曜日ね、4と4が並んでる日なんですけども、この日ですね、メルセデス・ベンツ日本は2016年のね、4月4日だから2年前の4月4日にこの日をね、四輪駆動の日としてね、日本のね、記念日協会に申請していて、まあ、正式に登録されてたんですけども、こちらがね、まあ、なんで、ね、ベンツがね、四駆の日なんてね、こう作るんだということですけども、もともとダイムラーがね、1907年に世界初となる四輪駆動システムを備えた乗用車を開発したということで、ベンツがね、まあ、4x4 ということで、四輪駆動の日ということでね、この4月4日がね、四輪駆動の日だということで、日本でね、記念日、登録したみたいですけども、でこの日に G クラスの、ね、特別仕様車、まあ、かねてからね、ニュースでお伝えしてましたけども、G350D ヘリテージエディション、あとは G550、G550、550、で G のマグノエディションというね、こちらを、ね、台数限定で発売しますよということで発表しておりますと。あと4月4日はね、3月のね、アメリカ新車販売台数が発表されていましたということで、前年同月比の 6.3% 増ということで、2ヶ月ぶりにね、アメリカの新車販売台数は増加しましたというところなんですけども、内訳はね、セダンはもうね、乗用車、セダンとか乗用車はね、もう総じて低調、
まあ、ピックアップとかトラックがね、まあ、大型車が市場全体を牽引しましたよということで、アメリカの新車販売台数が発表されておりますと。あとこの日ね、中国の、ね、新車販売台数も発表されていますということで、こちらね、日本のね、あの各社の情報も分かりますんですけども、日産自動車がね、前年同月比の 2.4% 増の122,959台ということで、まあ、低水準、2016年12月以来の低水準ということで、まあ、増なんだけども非常に水準は低いですよと。トヨタも 5.4% 増なんだけども小幅な伸びにとどまっておりますと。でホンダは、ね、13% 減、マツダも 1% 減ということで、結構ね去年まで続いていたこう日本車の好調さ、まあ、海外でも日本車売れますよっていう、こういう販売にちょっとねブレーキがかかっている状況ですね、中国。あとは4月4日はですね、結構ありますね、日本レンタカー、健康志向の高まりや環境の変化などを踏まえまして11月から全国で乗用車とワゴン車を全車禁煙にすると、ね、レンタカーも全車禁煙だぞということを発表しましたね。で次の日4月5日木曜日ですけども、社名別新車販売台数ランキングね、こちら後ほど省れたいと思います。あとはルノーですね、新型 SUV カジャーという車をですね、4月12日に発売するということを発表しております。日本人にもね、なんか好みそうな感じというか、日本車にもこう溶け込みやすい形のルノーで、まあ、お値段的にもかなり手頃といいますか、まあ、手出せない金額じゃないのかなというところなので、まあ、日本でもね人気出るのかなという感じがしました。あとは日本国内におけるレクサス車の累計販売台数がね、2018年3月末で50万台に達したということを記念しまして、レクサスの、ね、まあ、フラッグシップクーペですね、 LC、 こちらに特別仕様車のストラクチャルブルーっていうのを設定しまして発売を開始しておりますと。見る角度によってこう色変わるのかな、なんかその綺麗なね、だから蝶々のこう模様をイメージ、模様というか蝶々の光り方をイメージして、なんか新しく作った塗料らしいんですけども、まあ、綺麗な、ね、車でしたね。で、まあ、こんな感じだね、1週間でしたけれども、あのこの中で触れなかったですけども、先週ね、あのテスラのモデル X の事故がアメリカで、ね、あったということで、まだその自動運転が作動中だったかどうか分かんないっていうことだったんですけども、なんかあれ自動運転、ね、作動中の事故だったらしくて、さらにねちょっとテスラは冷や水を、ね、かけられた感じで、ちょっとかなり株価的にも下がってましたけども、なんかねモデル3の生産が結構復活してきたみたいで、結構台数はけてきたというか、台数作れるようになってきたみたいなんで、ちょっと一時よりはテスラで生き返った感じがしますけども、何せ今ねもうハイテクが厳しいですね、アメリカは。フェイスブックはね、フェイスブックショックがありまして、まあ、その8700万人の個人情報が危険にさらされてたということで、まあ、まあ、こちらもフェイスブックだけが悪いわけじゃなくてね、そういったことから収集できてしまったっていうのはね、イギリスの、あのそういうこうね、あのデータのそういう売ったりとかする会社にやられてしまったなって感じがあるんですけども、フェイスブックはね、厳しいでしょ。で、自動運転業界もね、結構その事故やっちゃって、冷え込んでるでしょ。で、今回のこの、テスラも冷え込んじゃってるから、アメリカのね、もうナスダック市場っていうんですか、あのハイテク株が非常に多いとこね、結構アメリカ苦戦しておりますね。まあ、そんな感じで、ね、結構自動車業界としては逆風な、まあ、ちょっと日が続いていますけどもね、そんな中、もアメリカの GM ね、月次の新車販売台数やめると言ってきましたね。まあ、毎月ね、こう、まあ、昔はそのバカみたいで新車が売れてる時っていうのは、メーカーもね、いや今月これだけ売れましたね、すごいこうウハウハで言えたんでしょうけども、なんせもう車も今売れなくなっちゃったんで、毎月発表して売れなかった理由とかをね、こう言い訳するのもめんどくさいんでしょうね。なんで四半期に1回にするのかなという気もしますし、まあ、それは僕の感情的な気持ちだったんですけども、まあ、あとはね、物価を測る指数として、物差しとしましてね、自動車の新車販売台数ってすごく重要なんですよ。やっぱり景気がいいと自動車を買おうということで、自動車の新車の販売台数の具合を見て世の中の景気をね、見ることができたんですけれども、昨今やっぱりそういう時代ではなくなったと。決して景気がいいからって車側を買おうっていうわけではなくて、楽しみ方もね、娯楽もすごくいろんなものができましたので、車っていうのがすごく景気っていうのを反映しづらい、むしろ反映してない数字になってきてしまったので、まあ、長年続いてきた、ね、新車販売台数っていうものが徐々にそんなに世の中的には大事じゃなくなってきたのかなっていうところで、単にね毎月発表するのやめますよっていうんじゃなくて、いろいろなこの資本主義の中で車っていうものの位置づけが
かつてやっぱ車って言ったらもうね富の象徴だったけども、今全然違うんだなという時代になってきたので、まあ毎月発表するっていうのももしかするとね各メーカーこれに追随するかもしれないので、今後ねこの辺は見ていきたいなと思うんですけども、一つのね車っていうものの時代がになってきたもののね時代が終わるのかもしれませんね。あとは日本レンタカーですか、全車禁煙化するということでね、これはすごくいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そのかつて私もタバコを吸っていたので、あの吸いたい人の気持ちはよくわかるんですけども、やめても私も久しい、結構やめちゃっても5、6年経ってるんで、もう多分もう二度と吸わないんじゃないかなと思うんですけども、匂いがねきついと気になりますよね。やっぱレンタカーとかでもやっぱ喫煙の車があるとね、次にやっぱ喫煙する人しか乗れないんだよね。匂い気になっちゃって、いくら消臭してもタバコ吸ってない人にとってはねわかるんだよね。この車前誰かタバコ吸ったなっていうのはね匂いで分かっちゃうんでね。なのでまあ全面禁煙化するということで、流れ的にはねいいんじゃないかなって感じがしましたね。あとは LC の特別仕様車ですか、まあ、非常に綺麗な色でねなかなか似合うなと思いましたけれども、 LC 自体がねなかなか履ける車じゃないので、このねストラクチャルブルーっていう車を街中でね見える日が来るかなっていうので、まあ、札幌だと厳しいかなって気がしますけども、街中でね走ってるの見てみたいですね。なかなか手入れが大変というか、綺麗な状態ね保たなきゃいけない車かなと思うので、オーナーさんは大変だと思うんですけども、ぜひねストラクチャルブルー見てみたいなって気がしました。そんなわけでこの1週間の自動車のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはね社名別新車販売台数ランキングのお話をしたいと思います。まずね早速見ていきたいと思いますけども、乗用車の方ですね、1位がノート、前月から変わらずですね、2位プリウス、こちらも前月から変わらずと、で3位がセレナ、前月4位からのアップ、4位がアクア、前月3位からのダウンですね、で5位がフィットは変わらずの、6位ボクシーは8位からのアップ、7位のシエンタは6位からのダウン、次の8位フリードは7位からダウン、9位 CHR は変わらず、10位のビッツも変わらず、で11位 CX5、 こちらがね県外からのランクインですね、で12位ベゼル、こちら15位からのアップですね、13位ステップワゴン、こちらは12位からのダウン、14位がカローラ、13位からのダウンで、15位のルーミー、こちらが11位からのダウンですね、16位がインプレッサ18位からのアップですね、17位がエクストレイル変わらず、18位デミオ、19位からのアップですね、19位がタンク14位からのダウン、20位アルファード、22位からのアップですね、21位がノア、こちらは16位からのダウンです、22位がハリーアー、23位からのアップで、23位がパッソ、21位からのダウン、24位ベルファイア、20位からのダウンですね、25位がエスクワイア変わらず、26位ソリオ、24位からのダウン、27位にエクリプスクロスということで初登場ですね、27位エクリプスクロスでした。28位がランドクルーザー、これ29位からのアップ、29位が CX8、 28位からのダウンですね、で30位がスイフトですよということで27位からのダウンでしたと。で面白いところでね、50位にレクサスの LX500H、LS500H かが入ってましたねということで、まあ、50位にねやっぱランクインするぐらい売れてるんだなって気がしましたけれども、まあ、全体的にあまり劇的な順位の変動もなくてね、穏やかな順位だったんじゃないかなと思いますね。1位がノートで、2位がプリウスということで変わらず者同士なので、でまあ、3位4位がちょっと入れ替わりましたけども、ノート、プリウス、セレナ、アクアということで、まあ、こういった車がね、まあ、5位のフィットまで入れちゃっていいかな、ノート、プリウス、セレナ、アクア、フィット、まあ、こういった車がまあベスト5だということで、まあ、コンパクトな車からミニバンも入っていたりとかして、まあ、非常にバランスいい車なのかなって気がしますけども、あとは下げ幅ですか、一番の下げが19位のタンクですか、タンクと14位のルミ、タンクが14位からの5ランクダウンで、
2番目の下げとしてルーミーが15位のルーミーが11位からの4ランクダウンなので、まあ、タンクとルーミーがね、まあ、姉妹車ですけども、まあ、共に下げてますよということと、あと24位のベルファイアですが、こちらも20位からの4ランクダウンなので同じ2番目の下げ幅になってますね。で、上げの方を見ていくと12位のベゼルがね15位からの3人抜きだということでね、この3ベスト30の中見るとベゼルが一番ね上げ幅大きかったんだけど、まあ、3人抜きということで、まあいつもだったらね7人抜きとかあるんで、今回まあ穏やかなねスコアだったかなって気がしますけども、まあ、一番はでもね実はね、CX5 がいきなり県外から入ってきてるんで、これね2月はね50位圏内にも入ってないんですよね。なので、まあ、その11位に今回 CX5 が入ってきてるんで、まあ、これが一番ね実は上げ幅大きかったのかなって気がしますけども、CX5 ね、どうしちゃったのかなと思いましたけど、改良版が出てるので、それが効果あったんですかね。まあ、突如現れてきた CX5 という感じでしたね。まあ、その一方で CX8 はね、まあ、あれほどね、すごい受注もすごいと。なんか3ヶ月待ちだ、4ヶ月待ちだって言ってますけども、着実にね、順位下げてってますから、今回29位ね。まあ、来月には30位のね、ランキングで入んないんじゃないかと思いますけども、それでも CX8 は売れてるって松田は言うんでね、本当かよと思いますけども、松田に対するね、私の疑惑はね、一向に深まるばかりですね、という感じで、一応インアウト見ていきますと、インが CX5 とエクリプスクロスということで、アウトがリーフとクロスビーということで、エクリプスクロスがね、初顔見え、初登場ということで、本当に、ね、真っ赤なボディで、まあ、でまあ、三菱っていうとね、まあ、過去にいろんな問題あったから三菱車なんてもう眠れないんじゃないかと思ったけど、結構ね、まあ、時も経てばね忘れますよねということで、エクリプスクロス、まあ、売れてきてるようですね。順位入ってましたね。であとアルベルはね逆転現象発生中ですけども、最近のトレンド的にアルファードの方が人気があるように感じるのは私だけでしょうか。なんかこのベルファイア、ね、顔つきがちょっと、まあ、ちょっと迫力あるのと、ちょっとなんていうかな、ド派手な顔してるので飽きるのも早いのかなと思うので、アルベルの中だとアルファードの方が堅調に伸びてるのかなということで、まあ、今まではね断然ベルファイアの方が人気があったんでベルファイアの方が上位にランクインしたんですけども、今月はアルファードが20位でベルファイアが24位ということでだいぶ差がつきましたね。ただアルベルが逆転現象ですけども、実はね今後はこの現象が主流になっていくのかもしれませんね。続きまして軽自動車ですね。1位が NBOX、 2位がスペーシア、3位がムーブ、4位がデイズ、5位タント、6位ワゴン R、 7位ミラ、8位がアルト、9位が N ワゴン、10位が EK となっております。で総合になりますけども、1位が NBOX 26,851台、2位がノート19,356台、3位がスペーシア18,711台で、4位がムーブ、5位がデイズという風になっております。気持ちね、下の順位も見ると6位がタント、7位がプリウスということで、普通乗用車はね7位のプリウスまで出てこないんだね、ノートが2位の後ね。なのでほとんどが軽自動車ね。で今回も圧倒的なね数字で NBOX が、まあね、1台だけ2万6000台ということで、まあ、7000台近くね2位のノートから差をつけてますけども、1位の NBOX はね圧倒的な強さですね。NBOX のね牙城をね崩せるものはもう今やノートしかいないんじゃないかなと思いますけども、ちょっと差が開きすぎちゃってるのでまだまだ厳しいかなと。今年1年間もね NBOX がずっと売れ続けるのかなと思うと、なんとも変わり映えのしない国ですけども、まあ、NBOX ってねすごい売れてるんですねっていう感じですね。というわけで、以上社名別新車販売台数ランキングのお話でした。はい、それではエンディングになります。4月はね私が本当1番2番にね大好きな月なので、すごくね日々ね楽しいですね。この4月ねあっという間に過ぎちゃうんで、もうね毎日ね噛み締めて朝とかも気持ちいいなと思いながらね生きてるんですけども、札幌はねただね4月に入ってからねちょっと寒いんですね。3月末の方がね暖かかったんですけども、雪もね、まあ、降ったりね雨も降ったりしてるんでね結構寒くてね、早くね暖かくなってほしいなって感じがしますね。あとね4月っていうといろいろ物入りですよね。新生活が始まったりね、まあ、中には車買う人なんかもいるかもしれませんし、いろいろ新学期とか始まるとね文房具を新しくしたりとか、まあ
洋服新しくしたりとかあるかなと思うんですけども、私ね車はもちろん好きなんですけども、実はねパソコンも好きなんだよね。まあ仕事柄ねパソコン事務所とかにもありますし、家でも使ってたりするので、まあ、手元にあるんですね、事務所側にもあったりするんで、パソコンがねほんとすごく好きで、まあ、どれもこれも一応ね世間的には高級機を持ってるんですね。まあ、パソコン、まあ、20〜30万円クラスのノートパソコンだったりするんですけども、ただ僕ねやっぱり欲しいパソコンってそうなったね、20〜30万すると高いじゃないですかやっぱり。でも高いのには理由があって、やっぱり頑丈だったり保証がすごい効いてるんだよね。でパソコンってその普段何ともない時はね、ドン・キホーテとかでやってる19,800円とかのね、あんなパソコンでもね映るし動くからいいんでしょうけども、持ち運びしてる時にねこうやっぱり衝撃に食らったりとか落っことしたりとか、なんかその何かあった時に全然保証してくれないじゃないですか。でやっぱそれだと困るので、やっぱりそのある程度高いものっていうのはキーボードの作りとかね、カチャってしまった時のこう作り感とか、やっぱこう自分のアイテムとしてやっぱこう愛着が湧いたりっていう時にはやっぱりある程度値段した方が物を大事にしますし、やっぱり何かあった時にねデータ復旧されますし、メーカー保証してくれるんですごい楽ですよね。液晶壊れてもねなんか無料で変わってきたりとかするので、なので私はちょっといいパソコンが欲しいってか好きなんですけども、別にこれなんか、ね、ここまで聞くとなんかね、自慢してんのかこの野郎と思うかもしれないんですけど、そうじゃなくて、ただ20〜30万するパソコンね、やっぱね、じゃあ買います、手挙げて、あ、買いますっつって、30万ポンって払えるかっていうと、ややっぱ抵抗あるね。だって、街にあるってさ、ね、5万後半から10万くらいでパソコンで買えるからさ、なんでそんな時代に30万出して買わなきゃいけないんだと思うんで、私もね、あの手この手でね、30万のパソコン欲しいけど、30万は払いたくないと。で、すごい悩むわけですよ。で、ただね、どうしても欲しいと。もうどうせ買うんだったら、それで仕事したいというところで、そのこだわりのパソコンを買うためにね、あの手この手で調べたり、人に聞いたりとかして、半額ぐらいで買うんですね。新品は買えない。だから、店頭で販売されてたやつとか、なんていうのかな、展示機だったり、レンタルで1、2ヶ月で帰ってきたやつとか、で私がこの前買ったやつは店頭で並んでですね、店頭で並んでたやつで1個前のやつなんで2017年の秋冬なんで、本当に半年ぐらい前のやつがその時30万ぐらいで売ってたんだけども、それは半額で買えたということで非常に、ね、ありがたいなと思って、あと事務所側に置くパソコンも必要だったので、それもね20万ぐらいするパソコンなんですけども、まあ、うまいことにそれもね、いろんな人に聞いたりなんだりしてね、使用頻度がほとんどないというか、それも展示機に近いんだけども、まあ、展示もされてないと。ただ箱がね、ちょっと潰れちゃってるから、売り物にならないんだというようなものをもう手に入れて、それがね、まあ、半額ぐらいだったら、7万5千円ぐらいで買えたのかな。だからそれは嬉しいなっていうことでね、どうしても高いものなんだけども、そんなに金額を払いたくない。でも欲しいっていうのをね、結構ね真剣に悩むとね半額ぐらいで買えてるんですよね。なのでぜひねうまく買うとねやっぱ嬉しいしね、物ってねやっぱ値段下がるから、だから最初からその定価で買ったらまずいなという気がしていて、例えば車でもねフェラーリを買いたいっていう時に新車のフェラーリを3000万で買いに行ったら結構大変だと思うんですけども、乗ってるオーナーさんとかと知り合いになって結構ね乗り換えられるんですよね、ああいう方々ってね、ある程度の方々っていうのはこうポルシェ売って次フェラーリ入れるかとか、でフェラーリのね430を払って次の新しいの入れるかとかってあるので、その時にやっぱりオーナーさんたちも個人間でね車を売買した方がいいんだよね。メーカーとかその業者挟むと業者の取り分があるから結構間抜かれちゃうんだよね。なのでオーナーさんとしてもいいね車大事にしてくれるんだなっていう人がいたら、その方に譲りたいなって思うのがやっぱ人のね常なので、ぜひねそのフェラーリとかああいう希少な車高価な車が欲しくなった時はオーナーさんとかとね知り合いになって、もしそういう機会があったらねお願いしますみたいな感じでね、というこうサークルじゃないけどそういうねこうミーティングとかそういう集まりがあったら顔を出したりとか、本当日々のねそういったことでチャンス巡ってくると思うので、突然欲しくなったらね突然そんな仲良くなれるわけないし、突然じゃあ君にずっとあげるようなんてないと思うんで、まあ、末永くねそういうオーナーさんとかと仲良くなってるといい話がね舞い込んでくる可能性もありますしね、これは車だけに限らずね、まあ、土地とかの話もそうですし物件なんかもそうだけども、まあ、普段のね
こう何気ない会話とかこう何気ないこうなんていうかつながりとかでちゃんとこうね養っているとチャンス巡ってくるので、あのね最初から定価で勝負しないで何とかしてね安く手に入れる方法とかっていうのを工夫して考えるとこれ癖になるね。で今別に僕パソコン欲しいわけじゃないんだけども、結構ねもう歯科の半額ぐらいでねやっぱ結構手に入るんだよね。でいりませんかってくるんだけども、さすがにもうね去年から 3,4 台買っちゃったんでもう今のところいらないけども、あなんかでも欲しい人いたらね代わりに手に入れてあげれるかなっていうのはあるので、なんかあのねそういったこう面白いねそういうビジネスっていうのもねっていうのを最近知ったので、ぜひね皆さんもそのなんとかうまく少しでも賢くね買えたらさらに楽しめると思いますので、車なんかもねぜひ上手に買い物してみてください。本当車の値段はピンキリなのでね、高いとこつかまないようにね、車の値段なんてもうね何十年か後にはもうゼロに近づいてくるんだから、うまいこと生きて最高のコストパフォーマンスで生きれたらさらに幸せになるのかなと思います。今週も聞いてくださいましてありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。